助手のズンダモンです。助手の四国メタンです。今回は2024年3月に廃止される初野駅の現地調査の模様をお送りします。初野駅は1948年昭和23年6月に運輸省の初野仮乗工場として設置されました。以来75世相が過ぎましたが、2024年3月のダイヤ改正で駅の役割を終了します。ということで VTR スタート。疲労困憊なのは14線のところ11線で降りたっていう、本当にダメですね、鉄道なんて。約1キロちょい余分に歩きました。でやっと着いたのがここ初野駅です。今ちょうどタイミングよくすがすがしい風が吹いております。映り込みに注意しながら今外側を撮っております。ドア必ず閉めてください。閉めてくださいっていうのに開けてるんですけども、まあ今日の天気閉めてたら多分ドア開き汗ですってなっちゃうので開いてるんでしょう。おう、失礼します。33分、今はジップ、おわー22分制、そしてヤッヒー。これ何ですかね、よくわかんないのがあります。あ、ここは内部駅ですね。あの8月11日か、ということで開放現金だけど開いてます。これは私が開けたわけではありません。最初から開いてました。まあ、ちょっときつかったんでしょうね。ということで、一回外れてステップがあります、ね、ちょっとすいませんね。自転車は誰もない。あー、後ろはのっぺらぼーですね、はい、でこっち側からものっぺらぼー、ウィズスパイダーマンですね。ということで、もう一回戻りましょうか。はい、したら駅のと書き終わったら恒例のあれをやります。ベンチに座ってぐるぐる、鼻水も入れてます。中側からは映り込みしない。角度も妙であります。本当に、どうなってしまうのかっていうのは、ね、割と新しめなんですかね。はい、ということで、ガが入ってきたんで、ここで止めたいと思います。ホームに向かいたいと思います。まあまあいい時間なんで。稚内側はこんな感じです。あー、木ですね。下は土台は木じゃないですけども、木張りのホームです。涼しいね、外は涼しいで壊す。55か、ゾロ目外れるの結構痛いですね。いや、新しいんですけど、板が新しいんです。なかなか、もうちょっとしたらやってくる。大丈夫、
柵、柵は木じゃないですね、2両分ですかね。ホームから見る辰野駅っていいですね。はい、いなくなりました。消えた。14線、はい、この登る板だけは下も木なんですね。素晴らしい。ということで、結論言う前にいろいろ静止画も撮りたいんで、ここでちょっと終わります。初波駅ですが、秘境ではないかなっていう感じはしますけど、雰囲気はすごくいい駅です。貴重な板張り、素晴らしいですね。なんか本当に名残惜しいっちゃ惜しいんですけども、まあ、次の目的地が私にもありますので、はい、列車を待って列車に乗車してここを去ろうと思います。初音駅ありがとうございました。失礼いたしました。